はい、こんにちは、レッドスノーノです。今回なんですけども、私自身が理解学習が重要だ、理解学習が重要だとずっとお伝えをしてきています。で、その中で一つですね、これちゃんと理解できていますかという問題を出させていただきます。なので、ぜひですね、あなたもこの内容わかるかどうか確認していただければと思います。内容としては、宅建業法の発注制限、他人物売買と停止条件の内容です。どういった状況なのか、二つありますので、一つずつ解説していきます。まず一つ目の状況。A さんっていうのは宅建業者です。A さんは宅建業者。この A さんは、A 社でもいいんですけども、この A さんは C さん所有の土地について売買契約を締結しました。で、この売買契約については停止条件がついています。で、このような状況で A さんが、宅建業者でない B さんに対してこの土地について売買契約をここで締結することができるのか、それともできないのかというのが一つ目の内容です。二つ目の内容は、こっちも A さんっていうのは宅建業者です。宅建業者で C さんは土地を持っていて AC 間で売買契約を締結しました。ここと一緒ですね。ただし、停止条件はここついていません。で、その状況で A さん、宅建業者 A さんはこの土地について B さんと停止条件付きで売買契約を締結することができるか、それともできないか、という二つの内容です。いかがでしょうか？これ基本的な内容なんですけども、意外と理解していない方が多い部分なんですね。で、結果として、このような引っ掛け問題が出て、どっちがどっちかわからないといったことに陥ることが非常に多いので、この動画を見てですね、理解学習をしていただければと思います。通常は無料で理解学習の動画っていうのはお伝えしていないんですけども、今回特別に理解学習について解説させていただきたいと思います。で、まず、こちらから行きましょうか。で、ちなみになんですけども、この停止条件っていうのは条件が成就していないと仮定して考えていただければと思います。まずなんですけども、この宅建業者 A っていうのは、ここで売買契約を締結しているんですけども、これ条件が成就していないということは、取得できない可能性もあるんですよね。条件が成就しなかったら取得できません。そうすると、売主業者 A っていうのは B と契約したとしてもこの土地を引き渡すことができない可能性が出てくるんですね。つまり A 社っていうのは自己所有に属しない不動産の売買をしようとしているということなんですよ。取得できていないわけだから自己所有に属しないわけですよね。いわゆる他人物のものなので、そういったものについては宅建業者でない買い主と売買契約を締結することは禁止されています。だからこっちは罰なんですね。これが正しいです。 B さんからすると契約したはいいけれどもこの土地引き渡してもらえない可能性があるわけですよね。だから AB 間での売買契約は禁止されているということになります。じゃあ一方こっちはどうなのかというと、これ AC 間で契約してるわけですよね。ってことはこの土地っていうのはもうすでに売主業者 A 社が取得してるわけですよ。ってことは、これはもう他人物ではないんですよね。自己所有の不動産なんですよ。で、自己所有の不動産について、宅建業者でない B と契約すること自体、これは違法ではないですよね。宅建業法違反ではありません。そして、ここで別に停止条件をつけることについては、別に B さんがそれでいいというのであれば、全然問題ないわけですよね。例えば、B さんが土地を持っていて、この土地が、D さんに売却できた。その時、初めて、この契約、売買契約の効力を発生させる。っていうふうな停止条件をつけていたとした場合、これ、売れなかったら、この売買契約は効力生じないですよね。で、これは B さん分かっていることですよ。で、一方で、売れたら、ここの売買契約が効力生じる。これも B さんは、これ、自分自身で停止条件つけて契約しているわけだから、分かっているわけです。だから別に不足の事態起こらないんですよ。だからこっちについては丸なんですね。こっちって不足の事態起きますよね。B さんっていうのは契約したはいいものの、B さんが知らないところで停止条件をつけていて、A さんが取得できない。結果として B さんも取得できないってなってくると、これは不足の不利益が生じるわけですよ。これはまずいでしょう。ということで、
売買契約はダメ、つまりこれ他人物売買の話ですね。これ取得できていないわけだから、A さんは他人物売買をしている、一方でこっちはもう取得する契約ちゃんと結んでいるわけだから、これは他人物ではない、だからここで別に停止条件をつけて契約してもいいという話なんですね。これは意外と引っ掛け問題とかで出てきたら多くの方が失点する部分なんで、ちゃんと理解をして頭に入れていただければと思います。もう宅建試験ってこういった問題好きなんですね。ちゃんと理解してるかどうかを問う問題が好きなので、だからこそ理解学習をぜひ行ってくださいって言ってるんですよ。理解学習ができれば合格する確率も飛躍的に上がります。単に問題を覚えて、解説を覚えて、単にテキスト丸暗記、解説を丸暗記したところで、こういったところを理解していないと引っ掛け問題にどん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 引っかかっちゃいますんで、その点ぜひ注意していただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月、そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講生さんはすでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講生さんの中でも中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。